企業内プライベート特許検索特許 .ai に関してリーガルテック株式会社ホーム部マネージャーホーム博士平井智之よりご説明をさせていただきますそれではよろしくお願いいたしますえ皆さんこんにちはリーガルテックホーム部の平井です本日はですね 弊社の新製品特許 .ai のご紹介をさせていただきますそしてですねこれを通して企業内プライベート検索という考え方についてお話をさせていただきますまずはですね一般的な話なんですがこちらはですね世界の特許出願数の推移を示したグラフですかつて日本と並んでいた中国はここ10年でですね特許の出願数を非常に伸ばしておりますね はい、そして、えー、他方ですね日本の特許出願数といいますとやや右肩下がりとなっておりまして現在ですね中国の約5分の1程度にとどまっておりますなおですね、えー、特許の出願件数自体は下がっているんですが、えー、日本はですねそれでも頑張っておりますこちらのグラフを見ていただきますと特許出願件数この奥の方のですね えー、濃い青色のものこれが特許出願件数なんですが、えー、こちらは減少傾向には確かにあるんですが手前のです、ね、この薄い方の棒グラフですね、えー、こちらは特許登録件数となっているんですがこちらはやや上がってきておりますこのことからですね出願する特許を厳選して出しているということが見て取れます 日本におけるです、ね、特許出願市場は量から質とといいいうう転換をしてるこちらのグラフからは現在の日本のトレンドというのは特許について質の高い情報を収集し分析することというのに重点を置いているというふうに見ることができるのではないでしょうか。 ここでですね、もう一度、ですね、ちょっと世界の方に視点を戻してお話をさせていただくんですがもちろん日本もですね、先ほどお話しした通りあり非常に頑張っているのですが、えー、特許出願の、えー、価値の高さというのはこちら出ております Google、Amazon、Facebook、Apple、いわゆるですね、GAFA においてですね、顕著に表れておりますこちらはですね、ピンクの折れ線の部分がですね これらの企業の特許出願件数を表しております。そしてですね、この青い部分ですね。青い部分に関しては特許などですね目に見えない財産であるいわゆる無形資産というふうに呼ばれるものの価値を表しております。特許出願の件数が伸びるに伴ってこちら無形資産の価値も増加するという関係性がですねこのグラフから見て取れると思います。 このことからですね、特許の出願というのと、えー、企業の時価総額というのは非常に高いですね、関連性を示していると言えますそしてですね日経新聞日経新聞さんをご覧になった方もいらっしゃると思いますが現代においてはですね、特許などの知的財産をはじめとするソフトウェアなどのこちら 三角形の上のあたりですねえ、情報化資産、あとはブランドですとかデザインえなどといった、えー、無形資産のですね、重要性というのが叫ばれております。つまりですね、企業価値イコール無形資産と言っても過言ではございません。ではですね、その無形資産のコアになるですね、その特許という部分にフォーカスをしていきますと、ここである疑問点というか、 課題ですかねそういったものが出てきます特許出願のですね仕組みこちら書いているんですが特許の出願というのは事前調査を経て出願されてその後公開をされますしかしですね技術情報ですとかノウハウあとは開発者に関する情報といったものがですね出願前の公開されていないはずの段階 ここで漏洩しているという実情があります。えー、ではですね、どういった経路で漏洩しているのでしょうかということなんですが、えー、特許を出願する前の事前調査で検索ってしてますよね。あのその検索履歴からですね、漏洩しているのではないかというふうに考えることができます。実際ですね、このようなあの漏洩した情報を使ってですね、特許情報ですとか、 検索履歴といいうのを分析えされていますこちら出ておりますが、えー、こういった情報の漏洩なんですが、どうやって防げばいいのでしょうかという課題が出てくると思われます。えー、弊社はですね、あのー、情報漏洩についての調査会社でして、えー、25年にわたり調査、そういった漏洩の調査というのを行ってきております。 その25年の調査経験によって蓄積された、えー、ノウハウからですねどうやって情報漏洩を防ぐのかということに対して、えー、一つの結論にたどり着きましたこちらですマイデータです漏洩のリスクから企業を保護するためには自社内の情報は自社だけのものであるというマイデータの考え方が非常に重要になってきております 例えばですね、あの、わかりやすいところで言いますと、Google で検索をしたものというのは、Google に知られてしまいますね。これはですね、特許とか知財の検索エンジンにおいても同じで、何を検索したかということがですね、検索サービスの提供者に知られてしまいます。例えばですね、特許、商標、衣装の検索履歴ですとか、ベンチマーク企業の 検索情報といったものも、検索履歴というのは技術のノウハウの塊なのです。えー、そしてですね、えー、プライベート特許検索を導入することによって、こういった機密性の高いデータをですね、えー、安全に保護して、かつ十分に活用するということが、<laughs> 失礼いたしました。えー、保護して十分に、えー、活用するということができます。特許 .ai はですね、えー、企業のマイデータ、 にフォーカスした特許知財検索エンジンジです特許 .ai を使うことでマイデータを管理しデータ保護と知財データ活用を実現できます。もう一度言います。それが企業内プライベート特許検索特許 .ai です。えっと先ほどですね、あの弊社代表の佐々木からもお話をさせていただきましたが、 ラースプラットフォームというのを使うことによってですね管理者からもアクセスができない環境下で特許検索エンジンを使うことが可能となっております実はですねこの仕組み自体もあの弊社において特許出願中なのですが一般的なですね検索というのとは少し違う仕組みを使うことで検索履歴や情報 を企業の中のみに残しこれらを外部に出さない漏洩しないプライベートな環境下で使えるプライベート検索というのをすることができますこちら左側が一般的な検索の話でえ一番右は企業内のみのプライベート検索というのを表しております実はまあこの技術自体はいろんな分野に応用が効くんですがまあ、それはまた別の機会でお話をさせていただければと思います もちろんですね、あの通常の特許検索エンジンが備えているような使い方自体は、まあ、こちら出ておりますが、もちろん可能です。そしてですね、どうやってこれを実現しているのかという話なんですが、弊社の基盤技術、X システムと名付けました。この X システムにより、大容量データの処理ですとか、えー、高速検索エンジンの実現、そしてそこに AI をかませる AI 技術の活用といったことが 可能になりました。ちなみにですね、あの企業さん向けにですね、あのプラットフォームを作成する場合、通常は高額となるのが一般的で、こちら右側あ左側ですね、左側に出ておりますが、システム導入に500万から1000万程度というのが書か,かれております。これぐらいかかるのが一般的なんですが、弊社のプライベート特許検索特許ドット AI というのはその X システムを活用することによって低価格でのご提供が可能となっております。 なお現在ですねこちら出ております商売林国際特許商標事務所様のですねホームページにですね特許 .ai のシステムにつながる検索窓をつけるプロジェクトを進めておりますではですね特許 .ai のデモンストレーションをご覧いただきたいと思いますちなみにですね商売先生とプロジェクトを進めておりますので え限られた環境下で使用できるんだということをあの示したいということで、商売先生にご提供させていただいている商売先生専用のプライベートなプラットフォームを用いて、今回は特別にデモさせていただきたいと思います。はい、こちら出ておりますのが、特許 .ai のえー検索画面ですね。 こちらにあの検索窓ありまして、こちらにですねあの、検索したい企業名ですとか、特許情報、特許の出願番号などを入力して検索していただけると。で人気キーワードなんかはここにも、ま、出てくるんですが、ま、難易のものとかっていうのが見れるようになっている。そしてですね、えー、話題の知財権ですとか、えー、話題の新血なんかいうのもここにあの表示されていて、情報収集に非常にあのいいんじゃないでしょうかということなんですが、 ちょっと今、回は検索をしていいいきたいと思います,でとです、ね、今あの電子契約というのが非常に分野として伸びてきているんですね。で弊社としてもブロックチェーン基盤の電子契約という契約 .ai という製品をです、ね、実は打ち出しておるんですが、まあ、そういったものに関係した調査をしていきたいと思います。例えば電子契約、ブロックチェーンでさらにそこにです、ね、AI をかませたような仕組みがあるのかどうかというのを検索していきたいと思います。 そしたらですねこちらに検索結果が出るんですが、意外と、意外とありますね、ここに、えー、数字が出るんですが、えー、そうですね、あこちらにも、商売士先生の事務所のロゴが出ております。で、えー、っと今検索したキーワードの類似率というのが、ここに表されます。類似率の高いものから順番にここに表示されるという仕組みになっております。100%、98%というふうに、こういった関連性の高いものから表示されていってますね。 で、まあ一つちょっと見ていきたいと思うんですが、まあ、こちら見ていくと、書士情報とか、あとは特許分類に関する情報ですね、とか、えー、あとは出願人に関する情報ですとか、発明者に関する情報、こういった特許の,あの情報に関するものはもうすべて見られるようにはなっております。こちらもあの請求項クレームの部分ですね。こういった部分も、あの、 見ていくことができますでこうやって見ていく中で、あれこれって特許分類なんだったっけなというふうになった場合は、こちらのドキュメントの目次というところで特許分類を押すと、その場所にすぐに飛ぶことができるんですね。まあ、これ個人的にはすごくあの便利なんじゃないかなというふうに思ってるんですが、まあこういった使い方ができると。そして PDF で表示することもできまして、もうあの見慣れた方もいらっしゃると思いますが、この特許広報の。 特許庁が出している一般的なものもここで見ることができます。そして、えー、ダウンロードもここからですね、できるということになっております。で、今検索をした結果、こちらにも実は表示されております。でですね、あのー、実はこれ新しいところなんですが、こちらの切り替えタブで、この特許の類似特許というのを表示することもできます。ここ100%というふうにこう、まあ、下にどんどんパーセンテージ順になってるんですが、 こちらに、まあ、類似特許、どれぐらいあるかなということで、ここから見ることができます。で、こちらに、この権利者が持っている特許と、あの、この権利者一体どういう特許を他に持っているんだろうと調べたい場合は、えー、こちらの保有特許というタブをですね、クリックすると、ここにもうまた表示されます。まあ、例えばこう押してみると、その保有している別の特許に飛ぶことができます。ですね。まあ、一般的な使い方としては、 以上になります。でですね、あの情報を活用するというところなんですが、こちら、実はあの管理者サイトというのがございまして、今、検索をしたものですとか、そういったものがですね、えー、こちらで見ることができると。管理者が期間別に検索件数がどのぐらいあったかですとか、そういったものがこちらで、視覚でもう、 わかりやすいですよね。見ることができます。でですね、あとは検索キーワードなんかもどういうのが、どういう回数で、えー、検索されているのかというのもここから情報を見ることができます。でですね、あのこちら検索キーワードというところを押すと、あこの検索日時ですね、2020年3月5日、えー、15時11分47秒、電子、契約、ブロックチェーン、AI というのが検索されたというのが、えー こちらに表示されております。まこ,こちらですねあの、このキーワードのところ、実はクリックできるようになっておりまして、ここから、あじゃあ、この検索キーワードでどういう結果が出たのかなというところまで飛ぶことができます。でこれで管理者は、えー、実際にユーザーがどういったものを見たかというのを追いかけることができます。はい、デモは以上になるんですが、特許 .ai のデモ、いかがでしたでしょうかえ。一見するとですね、よくある特許検索エンジンに見えるんですが、 失礼いたし,ましたえ実はですね、あのー、先ほどご説明した X システムラースプラットフォームという仕組みによって検索内容や履歴が外部に漏えいしないという仕組みになっておりますここではですねユーザーインターフェース自体は一般的で皆さんが使い慣れたものなのにもかかわらず裏ではですね漏えいリスクがない形でシステムが組まれており 検索情報が外部に漏えいしないということが重要になってきておりますさてですね、まあ、今の仕組みによってデータ保護というのが安心してできるというふうになったら次はこの特許 .ai を使ってデータを活用という方にですね舵を切っていくということになりますが特許をはじめとしたですね知財の経営戦略の一環として IP ランドスケープという言葉がですねキーワードとなります 従来における知財戦略では防衛特許皆さんのイメージもこれに近いとは思うんですがいわゆる守りの特許というのが主体的でしたしかしですね近年はですね、えー、特許情報を分析して、えー、製品開発や M&A 業務提携などにまで、えー、知財を企業の経営戦略に活かしていこうという動きがありますこれが IP ランドスケープの考え方ですこちらはですね えー、IP ランドスケープにおけるですね、まあ、知財戦略の流れというのを描いたものになっております。このようにですね、近年においては、単なる特許の検索というだけではなくて、マーケットや経営の情報に関するのを、そういった情報を、えー、非常に多くの面から分析がなされていると、まあ、これも市場調査というところ、知財の調査、あと事業分析ですね、ビジネスモデルとか、そういったものを分析しているんですが、そういった多くの面からですね、 様々な分析をすることによって次の経営戦略を決めていこうというふうなことが行われております。その IP ランドスケープというのをですね、意識することによって、えー、投資対象の調査ですとか、アライアンス先調査などといった従来の特許検索の枠を大きく超えた、えー、知財の分析ですとか活用が可能になります。ここの右側の部分が IP ランドスケープ特有の 領域でして M&A とかアライアンス先の調査新規用途の調査ですとかそういった部分で活用が可能になっておりますここまでですね企業においていかに特許検索データがですね知財戦略というところにおいて重要かということをお話をしてきましたが私たちはですねさらに次のような展開を考えておりますこちらなんですが、えー、あらゆる分野 もうどの分野においてもですね、まあ、特許といった情報以外にも様々な重要なデータというのは存在していますね。例えば、この上のバイオとあるんですが、えっ、ー、と、バイオ業界だったと例えばこちらに書いてあるんですが、まあ、ちょっと字が小さくて見にくいとは思うんですが、シーケーシングですとか遺伝子情報、例えばその左に行くと医療関係の業界では医療カルテですとか、えー、検査結果といったものが、えー まあすごくたくさんですね特許の情報とは比較にならないほどの膨大なデータというのを有しておりますで特許 .ai は、えー、先ほどご説明した基盤技術 X システムというのがあることによってですね大容量のビッグデータを、えー、処理するということが可能になっておりますなので、えー、特許とですねこれらの各分野におけるデータというのをその膨大なデータというのを組み合わせることによってさら、えー、にですね クオリティの高いデータの活用ができるようになっております。さらに応用なんですが、もう異なる分野において、これらのデータの組み合わせというのも考えております。例えばですね、X システムにおける AI 機能、AI を使って、バイオ分野のデータと医療分野のデータを掛け合わせて分析するということでですね、 個別の、それぞれ個別の分野のデータ分析だけでは出すことができなかった全く新しい発想というのをできるという時代が来ます。このようなことも可能になってくるというですね、この製品は可能性を秘めているということですえ。ここまでですね、あのお話をさせていただきましたが、企業内のデータがいかに重要であるか、企業内プライベート検索というのがいかに大事か、 お分かりいただけましたでしょうか。皆様のさら、えー、なる知財戦略の強化ができることをですね、心より願っております。そして再び技術大国日本を取り戻しましょう。終わります。ありがとうございました。